はい、どうも、ことです。今日はね、マン・ウィザー・ミッションとゼブラヘッドのコラボレーションした、アウト・オブ・コントロールっていう曲の解説をしていきます。ほんで、チューニングはドロップ D です。で、BPM が156です。じゃあ、早速やっていきます。はい、基本的に3パターン覚えれば全部いけるんで、じゃあ早速初めのパートからやっていきます。はい、じゃあこの部分ゆっくりやっていきます。で、この次のパートなんですけども、はい、ここの部分はパワーコードの、最初の音が開放です。で、次が3フレット、次が、8フレット8、7、5、7です。8、7、5、じゃあ次サビ前からサビの部分をやっていきます。はい、ここもパワーコードですね。5弦の1フレット。次が3フレット。4フレット。ここからサビなんですけども、開放。開放。3フレット。5弦の3フレット。で、1弦の5フレット。最後に5弦の1フレット3フレット。はい、この3パターン覚えれば1曲丸々いけるんで、はい、あとギターソロあるんですけども、まあそこまた気が向いたらやります、多分。はい、絶対に。で、また定期的にやっていくんで、よかったらチャンネル登録お願いします。ではまた。